はい、皆さんこんにちは、桜庭でございます。お元気でしょうか。ということで本日もスペシャルゲストをあなたにお届けするよということで、あなたの大好きな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 抱いてほしいであろうシベリアハロー先生です。はい、先生、今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。先生、もう本当に、はい、何なんでしょうかね。本当に先生のブームが先生のラブームが止まりませんね。そう、ヒーマルソン先生だけですよ、分かってくれるのは。はい、ついてきていただいてありがとうございます。ということで、先生ですね、もう本当に僕のこのね YouTube に出ていただいて、もう長いこと経ちます。四半世紀ほど経ちますけれども、先生とのねこの対談集というのが本で3冊発売されておりまして、この辺に出てると思うんですけど、はい、あれも大変好評でございまして、はい、ぜひともね、まだ読んでない方は読んでいただきたいと思いますけれども、そんな中で先生にですね、もうこうよりよく生きていくためのねヒントをたくさんいただいてるわけなんですけれども、先生、なんか人生をよりよくしていく何か素敵なお言葉をいただきたいんですけども、どうしたらよろしいでしょうか。我々平民はですね、人生をよりよく生きていくためには。そうですね、ナポレオンヒルという人がいましてね、この人は成功哲学というものを構築した人なんですけど、はい、まあ、代表的な言葉に思考は現実化するっていう言葉があるんですね。そうですね、はい、これはもう結構読まれてる方多いですよ ね。私風に言い換えるならば、人生は思った通りにしかなっていないって意味なんですよ。はい、人生は思った通りにしかなっていない。そんなことないでしょ、私そんなことなってませんよって思った通りになってるはずなんですね。結局僕たちってどうやって構成されていくかっていうと、はい、自己暗示なんですね。いいですね、うん、人生は自己暗示である。はい、どれだけ自分自身に思い込ませることができるかっていう、はい、思い込ますことができるかどうか、はい、鍵はここにあるということですね。そうですね、だからビジネスの世界でもスポーツの世界でも、はい、何の世界でも結局一つのものを成し遂げていったっていう人っていうのは、自分に思い込ませていくっていうところが得意な人っていうか、うん、それを常にやっている人だと僕は思うんですね。これはやっぱり得意不得意あるんでしょうか。意識の問題だとは思うんですけど、はい、これアファメーションって言うんですけども、はい、言葉の力を使うんですよ。何の世界においても自分に対して私はできるとか、今日は必ず成し遂げるとかいう言葉をね、自分に投げかけていくんです、ね。はい、ここから自己確率が出来上がって、はい、それが自信に変わっていくと。結局自信が全て で、自信がない人っていうのはオーラが淀むので人が近づかないんですね。いい人が集まらないんですよ。あ、ただいまより公演情報をあなたにお届けするよ。急ですね。ハリーだよ。大王、僕たちいろんなところに行くんですよ。行きますね。3月6日日本武道館。日本武道館。3月10日東京で再生センター。東京で再先生、はい、3月27日イズモ、イズモ3月30日千葉アガスティア、4月7、8で大阪 2days、 そして4月13で宮崎、そして翌14日は鹿児島。ぜひ遊びに来てください。遊びに来てね。ありがとうございます。じゃあ先生、こう私の周りいい人がいないんですとかよく言いますよ。はい、それは自分のオーラが淀んでいるから、あなたの周りにそういうした人が集まらないということですか。そうそう、私の周りには蝶々が集まらずにハエばっかり寄ってくるんです。あなたうんこだからだよねって。まず先生、今日飛ばしてますね。今日やけに飛ばしますね。先生の上品な口からうんこが出るとは、まあ確かにこのチャンネルうんこチャンネルなんですけど、すごいですね先生。だからまず自分がうんこであることを認め、自分が花にならないといけないよね。あ、うんこから花へと。花になるためにまず何からしていけばいいでしょうか。言葉の力ですね。言葉の力、全ては言葉で解決する、はい、自己啓発とか見ると、ありがとうという言葉を話し続けようみたいなことが言われてると思うんだけど、はい、あれはその言葉の力を借りて自分の心をもっと清らかにしていきたいっていう、まあ現れですよね、うん、だからできないことをできるようにするには、できるという言葉の力を借りるしかないので、それをまあ自分に向けて放ち続けていくっていうことが大事です、うん、先生もこういった言葉の力というのは使いこなしてきたんですか。使いこなしてきたというか、まあ、僕は子供の頃から親からずっとそれを言わされ続けてきたし。どんなこと言わされてきたんですか。何かあったらありがとうって言いなさい。どんな辛いこと、悲しいこと、理不尽なことがあってもありがとうって言うなよと。まず母親が僕バシッて頭叩きますね、はい、でいてって言ったら、いてじゃないでしょ、ありがとうでしょって。すごいスパルタがすごい。いいですね。バシッと叩かれたらありがとう、うん、それは実践できたんですか。できません。できないとまた、もう舌打ちプラス睨みですよ。舌打ちプラス睨みが入ると、お母さんどうするんですか。笑いなさいと。笑いなさい、すごいですね。でも先生、笑わないじゃないですか。笑わないです。でも笑うまで叩かれるので。じゃあ最後はどうするんですか。もう変な笑いが出ますよね。でもそれを繰り返すと、だんだん自然な笑顔になっていくということ。叩かれても、はい、
先生、今でも殴られたら笑う習慣があるんですかね。全然笑います、ね、本当ですか。でも叩きたいけど叩けない凄いスパルタですね。そうですね。お父さんに殴られても、はい、下打ちと睨みしかないですよね。でもまた殴られるじゃないですか。はい。で結局最後は、最後は無言です。父親に対しては。お父さんには別にいいんですか。父親は笑いとか言わない人だったんで。それはじゃあお母さん限定なんですね。そうですね。それがだいぶ染みついてきましたね。何かあってもありがとうというのはもう染みついてるわけです。はい。つまり人間っていうのはベクトルが外に向いてるか内に向いてるかなんですよ。外に向くと、はい、あの人が悪い、あの人のせい、状況のせい、環境のせい、国のせい。でもベクトルが自分に向くようになると、なぜ今こういうことが起きてるの、自分に何が足りないんだ、自分がどうしていけばこの状況から抜けれるっていうふうにベクトルが内に向くようになるので、はい、改善方法が見つかりやすいですよね。ああ、じゃあ自分にベクトルが向けてると改善方法が見つかりやすいと、はい、うまくいかない人というのはベクトルが全て外に向いてるというか、そうですね、これ分かりやすいです。そうです。幸せになりたいんですけど、どうやったら幸せになりますかって聞いてくるんです、うん、じゃあ幸せって何なんだろうねって。多くの人は幸せをつかみに行こうとするけど、幸せをつかみに行ってもつかめないよって。幸せは感じるもんだからねって、うん、だから自分の中に答えはあるんだよっていうことをいつも言ってるんですよ。うん、幸せをね、探しに行ったチルチルミチルの青い鳥ですよね。先生、チルチルミチルについての先生研究家ですけど、ちょっと、はい、いや今初めて聞きました。なんすか、なんすかそれということでね、今日は別にね、アファメーションについて我々は、はい、まずじゃあ何から始めていけばいいですか。我々も何かあったらありがとうという習慣をつけていくのか。ありがとうだけじゃダメです。何言われても大丈夫って言わない。大丈夫はね、言ってあげることですね。何があっても大丈夫、はい、これを口癖として、はい、あとね、何があっても素晴らしいって言われちゃう。何があっても素晴らしい、はい、そういえば先生の人生相談って毎日300件ぐらい来てるじゃないですか、はいはい、先生の答えって一言でしたよね。そうです。なんて返すんですか。全てうまくいってるこれすごいですね。先生に人生相談しても返ってくるのは、はい、全てはうまくいっている、はい、これで分かりましたってなるんですか。わらって返ってきます。あ、わらってくさっとも返ってきます、ね、はい、最近は森って書いてます最高ですねすごいですね。最高ですね先生。何がですか。全てはうまくいっている、はい、これも口癖にしてもいいですね。もちろんです。全てはうまくいっている、はい、先生と長いこと付き合ってますけど、先生の口癖って僕分かんないな。分かんないですか、はい、先生何を口癖にしてましたっけ。いや、今言ったものたちじゃないんですかね。それを先生口癖にしてらっしゃいます、はいはい、してるから質問されたらすぐそれが返ってくる。あ、今のこのセリフを自分の中の口癖にして、生き何があってもまあ大丈夫ではうまくいっている、はい、これを口癖にしていると本当にその通りになってくると、はい、あとご機嫌さんですね。ご機嫌さん僕先生と十何年付き合ってますけど、先生の口からご機嫌さん今初めて聞いたんですけど。そんなことないでしょ。僕結構多くの人にご機嫌さんですかって聞いてますよ。それ初耳ですね先生。機嫌って大事なんです。機嫌は絶対悪くしちゃいけないんですよ。絶対何やってもご機嫌じゃないとダメです。先生今ご機嫌なんですか。ご機嫌です。結構僕ね、桜さんと出会うの楽しみなんですよ。おわー楽しみにしてるんです。楽しみにしてる、はい、ありがとうございます。あの日にちが近づくとカウントダウンが始まる。あー、僕なんかカレンダーにバツ入れてますよ。あ、言ってますよ、はい、両思いですね。うん、嬉しいです、ね、先生ね、本当に僕大変だなと思うのは、本当にこの機嫌というのは、はい、本当に大事ですよ。そうですね。このご機嫌でいる、そして不機嫌な時間をなくしていく。人間というのはどうしても不機嫌になるとき人間ですから。あるじゃないですか、うん、先生どうですか、不機嫌になることなんか人生の中でないんですか。いや、そんなことはないですよ。来たなっていう感じです。あ、来たな、こういうことが起きたらこういう感情になったなと、うん、これお試しだと。その時はもうあの一人で一人の場所を作って、はい、宇宙に向かって、はい、絶好調って叫びます。先生が絶好調って叫んでる姿見たことないですよ、うん、見せないです。あ、これは決して人には見せてはいけないですが、はいはい、でご機嫌さんに戻すんです。あ、この絶好調って叫んでるとそうなってくるわけですね。そうですね。一つのリセットでしょうかね、はい、リセット法。絶好調もいいんですか。絶好調もいいです。絶好調いい。じゃあ中畑清は絶好調でしたね。そうですね。だから、ね、あの頃は良かった。だから口癖で絶好調は使った方がいいですか。大事です。何があっても絶好調、はい、あ、
いいですね。口癖が本当人生を作っていきますのでね。だから結構こうマイナスのネガティブなことをね口癖にしてる人すごく多いんですけれども、うん、やっぱこういう言葉を口癖にしているがゆえにそういう現象が降りかかってくるというこのスパイラルが止まらない人、ぜひこれね見ていただいて気がついていただいてね、その口癖をポジティブなものに変えてみてはいかがでしょうかということで、今日もですねシベリア先生のですねもう大抵講座というのがね終わりたいと思いますけれども、もう今日もコメント欄はですねもうキャー大抵もうこれに埋め尽くされてると思います。シベリア先生は見たことあるんですかコメント欄？見ました。どうでした？笑っちゃいますよね。なんで一人歩きしてるなどこに行ってんだこれみたいな。結構今シベリアハローって検索するといろいろこう関連キーワードが出てきて、はい、最近面白いのがシベリアハローって言ったら画像って出てきたんですよ関連キーワードで。マジっすか、やばいじゃないですか。やばいと思いますよね。思います。一応これモザイクで声が違いますから、はい、検索しましたよそれを。そしたら全部水野ハローだった。もうどんだけスクロールしてもものすごい水野ハローが迫ってくるんですよ。ということで最後先生の鉄板ギャグで終わりたいと思います。ありがとうございました。動画をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントどうぞよろしくお願いいたします。 LINE 公式アカウントも新しくなりましたので登録お願いします。お願いします。桜松駅ファンクラブ、夜のツタンカーメンオンラインサロン、あなたの知らない世界を覗いてみませんか。僕の主張がたくさん出てるからね。 YouTube では語れないこと、 YouTube ではさ本当のこと言えないんで、本当のことは言えんのオンラインサロン、ぜひ覗いてみて、ぜひ仲間になってください。